上海で開かれていた日中のジャーナリストによる会議は、えー、原発や大気汚染の問題などをめぐって日中のメディアが協力を強化すべきだという認識で一致し閉幕しました会議では歴史認識をめぐる問題や中国が提唱する AIIB アアジアインフラ投資銀行などについて議論しました中国では原子力発電所の建設が急ピッチで進んでいますが日中双方のジャーナリストからは福島第一原発の事故の現状を中国に伝え中国の国民の原発に対する理解度を深める必要があるなどの意見が出ましたまた中国で深刻な大気汚染をめぐっても中国側から 過去にさまざまな公害を経験した日本から得るものが大きいなどの声も上がりました。